テルです。今日は家主になるには中古ワンルームマンション投資だねというのをお送りします。はい。まあ、家主はね、戸建て投資がいいかワンルームがいいかってことなんですけど、まあ最初はね、郊外の安い戸建てで、投資から入ろうってことなんですけど、家主になるにはね、この古い戸建てから入るのがいいんじゃないかと思います。まあね、なぜなら戸建てで修理をね、覚えられますよね。そこでお抱えの工務店とか賃貸業者さんを作るっていうね。で、戸建ての賃貸投資はね、首都圏ではどうも金額が高いんでね、この北関東がいいということで、まあ千葉よりこの埼玉の群馬よりっていうね、熊谷とか。そういうとこかな、深谷だかな、深谷ネギとかね、で本庄っていうのが早稲田のねありますけど、まあ安くて賃料はそこそこ取れるわけですな。買い値が安くてね、賃料をそこそこっていうのは全国どこでも建物価格は同じなんで、まあ、そこで払われる賃料っていうのは大体ね、5万円とか、平均ね。でね、戸建ての場合いいのはね、駅から遠くてもね、駐車場2台から3台ね、確保できれば、売れますよね。あ、貸せますよね。はい。まあ、売ることもできるんでしょう。前に価値足すっていうのをね、紹介しましたけど。それから首都圏では戸建てよりワンルームがいいっていうのはね、これ私の考えなんですけど、まあ、首都圏でね、戸建てをやるとすると高額でしょ。で、まあ遠く八王子とか横須賀の奥とか埼玉の奥、千葉の奥とかね、行かないとなかなか安くて利回りには見つかりません。で、千葉はね、どうも海があるんで、こう要するに背面がね、海っていうと人口の密度が悪いんで、これはあんまり進めないのねってことですな。首都圏で安くて利回りを求めるのはワンルームじゃないかということで、私ワンルームね、どこがいいかというと、例えば洋画とかね、それからね、二子玉川とか、それから東急東横線でいうと白楽とか妙蓮寺とかね、そういうとこは割といいと思うんですけども。でね、実際ワンルームやっております。で、郊外で9年ぐらい前にね、買いまして、それね、後で知ったんですけど、230万のね、ワンルームだったんですけど、バブルでね、2000万円ぐらいしてたらしくて、抵当金がついてましたね。もうそのもちろん売買の時にはなかったんですけど、過去にね、2000万円っていうのが出てました。そうすると2000万からね、10分の1になったわけですよね。で、賃料は3万5000円。これ、管理はね、昔の丸光さんと同じようなね、ちょっと名前はあれですけども、まあ、いろいろあるじゃないですか。ワンルームマンションね、そういう物件です。でね、管理がすごいです。もう9年間やってもらってますけど、修理計画っていうか、管理計画っていうのはきっちりできてまして、で、通いの管理だけど、清掃もしっかりして、で、自転車置き場なかったのを作ったりね、花を植えるようなのを作ったりね、結構きれいに、小切れに使ってますね。で、水の通りが悪いと、その水、なんていうんですか、水を通りよくする工事したりね、工事っていうか、まあ、維持管理ですかね。これはマンション、大きなマンションでもありますけども。から経験から言えるのは、中古のワンルームマンションは管理は大丈夫だってことですね。でね、面白い話はね、コンクリートって50年くらいが一番強い強固なんですよ。で、大規模修繕もやってくれてます。それで、案外ね、ビルとね、マンション比べてね、マンションってしょっちゅう修繕計画やるでしょ。12年に1回ぐらいやるのかな。あれね、本当は必要ないらしいですよ。だって、ビルでそんなに外装をいじってることないでしょ。必要ないんですよね。それをやるってことは、それで儲けられるからやってるんで、儲けてるんですよね。なんで、その、まあ、買うときは、その、修繕積立金がどのくらい入ってるかっていうのと、あとは、
管理会社のなんか議事録みたいなね、総会とか理事会の議事録みたいなのがねあるんで、これは仲介業者さんに頼めばね、一件1万とか2万とかで取れるんじゃないですか。それ出したがらないところは買わない方がいいということですな。でワンルームマンションに比較して戸建ては大変ということね。これね、戸建ても今貸し屋でやってますけど、これは大変でした。今でも大変ですけどね。特にね、このどんなことがあったかというと、まあ台風シーズンすごいんですよ。これね、一番の台風で瓦が飛んで室内に水漏れしたって、これ水漏れしちゃったら大変なんですよ。これ直してもらいましたけど、それから同じように門扉が台風で飛んだとかね、それから庭の木が倒れそうなんで伐採してくれって言われたりね、あと壁の一部が風で飛んだとか、あと鳥が戸袋に巣をいっぱい作っちゃうんで、それの入らないようにする工事をねやったりとかで、ほとんどはまあ風とかそういう原因の場合は保険で対応できるんで、まあ結構な金額ね。この場合は瓦が飛んで水が入ったんで、これはものすごく保険の対応でできました。で鍵はね、これなかなかね難しい問題がありましてね。それから庭の木が倒れず、これはもうこちらの責任でやりました。で門扉のこの台風で飛んだのは、これは保険対応で、塀の風も、塀が風で飛んだのも、これも保険対応。だから保険に入っていた方がいいですよ、火災保険ね、はい。で鳥が戸袋に巣を作った、これはね自分で負担しましたね。ってなことでね、戸建てはね大変なんですよ。でこれをね水漏れした時なんかもう中の人からやんやん言われたりね、仲介の人からも言われまして大変でした。それからですね、それからワンルーム投資は新築園か中古園か、これね、まあ、よく言われてますけど、これもね断然中古ですね。新築っていうのはもう広告費と営業のインセンティブとディベロッパーの利益がたっぷり乗ってます、はい。で中古は新築よりかなり安くなりますしね、差し値も効きますし、ですからワンルームマンションは中古に限ります。で古くても問題ないです。でね、これはマルコさんって昔やった有名なんですけど、もう亡くなっちゃいました金沢さんという社長だったかな、もうかなり昔からね。今でもこのパターンのねワンルームマンションありますけども、それの先駆けの会社ね、今アパマンショップに多分吸収されたんじゃないかな。でね、この マルコの物件を一覧持ってる人がいるらしいんですよね。これちょっと私分からない、詳しくは分からないんですけど、これが非常にお宝ということでね。でマルコさんはね、ワンルーム建てるとき十分な市場調査をしてまして、今でもねいいところに建ってるらしいんですよ。だからそれの近くに、ワンルームを作ればそこに需要があると。早稲田のね前とかね、学生早稲田は 本校からいなくならないですけど、まあ、学校が近いからといってね、都心に戻ってきたようなところに出しちゃうとね、これはちょっと問題ですけどね。あと工場跡地なんて、工場があるところがね中国行っちゃったとかね、いうのがあります。だからまあここのマンションをこう見つけるのも大事じゃないですかね。で一応ねアパマンというのはこういう株でね、これこの会社ですよね。それからワンルームマンションを持ってね、マルコって入れるとね、まあ、こんなのが出てくるんですけどね、マルコマンションとか。これマルコって言ってもね、マルコだったかどうかちょっと分かんないんですよね。ちょっとこれはね一個ずつ調べないで、これはちょっと課題ですね、はい。それからね、楽町でね、例えばね東京でね、1000万以内でね、まあマンションって選ぶとね、こうで利回りをこう入れてみたらこんなのが出てきましたってやつなんですけど、うん、これ何平米だ、これワンルームですね。これもワンルーム、まあ18平米は欲しいですかね。まあ小さいとね、この辺は会員限定なんだね。15年、まあね50年は丈夫だったんだ。ただあと配管がね、コンクリートの中入ってたりするのはダメですけども、配管がボロくなったり、中のね、
あの設備がダメになったりしますけど、周りはねちゃんと清掃も管理もねちゃんとしたところならやってくれてるんで、単独のやつよりやっぱりその大手の管理会社がやってる方がいいですね、はい、うん、結構ありますよね。あとあのほら耐震構造でいうと1982年から1年か以降、まあ1年だとちょっと分かりにくいんで2年以降のやつを選ばいいって言うんでね。だから古いのが案外売りに出てたりね、ほらこういうのとかね、これは耐震やってるかどうか。でもね耐震もね結構ねあの揺れた時にねこの横にこうなんかあの剥がせるようなんで作ってるとこもありますね、はい、それも結構ポイントかな。これなんかほら八王子とかね立川とかねこういう風になっちゃうんですよね、この安いやつでワンルームって言うとね、うん、本当は博楽とか洋画とかねあの辺で欲しいんですけど、あそこだといくらぐらいなのかな、ちょっと調べてみないとね、うん、洋画博楽、双子玉川とかね、ああいうちょっと東京ギリギリのところとか、ね、そういうのを検討して、これからねあの株下がってますし不動産も下がってきますからね、これからが買い時がだんだん来るということで、はい、というようなことで今回は、家主になるには中古ワンルームマンション投資だねというのをお送りいたしました、はい、よければいいねを、そして、チャンネル登録していただけますと、まあ、こういう家主になるやつとか、あと株主になるやつとかね、それからブログはあの YouTube アフィリエイトのね、その辺の私は解説いたします。で特にもうセレブの生活私好きなんでね、あと英語ね、英語は留学してましたからそういうのをお送りいたします。ぜひ登録していただきたいと思います。それではご清聴ありがとうございました。はい、でこれでもって以上です。